はい、タイガーです。というわけで、本日ね、HP が全体的に上がってるということで、こちら使っていきます。マニアつく読みということで、まあもう特に言うことはないんですけども、とにかくね、まあ、イモリつつね、ダメージをちょっとずつ与えていこうかなという編成になっております。ということでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目、フェリア混合か。最近俺使ってないから使いたいな。でちょっと引きが事故りすぎてるんで、まあさすがにこっちからもう6から結果一応ね2体とも残したまま行きましょう。頑張って、何かの手違いで事故らんかな。はい、残念。何かの手違いでそんなこと起こらなかった。トゥールラ引いた。まあこれはもうマニア打ちましょう。不本意だけど、不本意ですけど打つしかない。で、相手はまあ、リーゴとかかな。うん、なるほど。C5 か。これはどうするのが正解なんでしょうか。もうわからんくなってる。まあ、一旦こっち打つか。でまあ F の4とか来たらもう左下 X のトゥールラ置いちゃってみたいな進行でもありだし、そっちから来る。なるほど。まあアルカード打っとくか。これで相手が右下 X に来るよね多分ですよね。うわ、2倍コンボそこに置かれるの結構しんどいな。けどまあこれはトゥールラ一択。さすがにトゥールラ一択。でも相手目線 F4 一択だと思うんで、うん。ですよね。ちょっと待って、それしんどいな。それしんどいわ。あ、突き読み引いた。突き読み引くなら一回ここでしのごうか。うん、こんぐらい雑な打ち方してもいいぐらいこれは結構ナイスしのぎだと思う。オッケーオッケーオッケー。でどうしよう、ブラジェからで間に合うのか問題はあるな。でもこれさすがに角か。いやまあ一回ここでいいか。似て飛ばしは考えた方がいいのかな。バハかい。マジかよ、もうそれは無理だわ。一応吸収で粘るけど、いやこれ防ぎようないだろう。いやこれはもう仕方ないとしか言いようがない。これ防げんな、それは。あーしんどいね。対戦あざした。さあ、火炎デッキね。はいはいはい、火炎デッキが来ました。まあリルファウナからいきますか。とりあえずリルファウナからいってあげて、でまあ仕打ちマニアですかね。うん、平行打ちしてくる可能性もありけりですね。でまあこれはどこに打つのが正解かすらもうわからないんですけど、もう打っとくか。いや一回こっちを置いとくわ。
で、この次に置きます。なんでって言われたら俺もよくわからんけど、ちょっとさっきね同じ進行でやられたんで、一旦何か変化をつけておくことはね、やっぱ人生において大事なんですよ、やっぱ。うん、なんかね、そういう風みたいなものがあるんで。さあ、悩んでおる。B ゴマ。B ゴマちょっと怖いぞ、それ。それはそれで怖い。でね、これマニアも置くしかないんですけど、あれこっちでよかったかな、下の方がよかったかな。いや、こっちでいいか、こっちでいいな。うん、でこれ右 X で2枚燃やしてくれますよね、絶対。右 X2 枚燃やしではなく、ではなく、なるほど。あまり正解がわからないのだが、一回こっち行くか。今のところ全く燃やされてない。で別に3コマ。あー待って、それしんどい、それやだわ、それちょっと嫌かもしらん。ちょっとむずいぞこれ。え、でもこれもうここでいいか。で相手はこれ嫌がって取れば、次トゥールラコンボで2、4、5なんで8000確定コンボ組める。嫌がって取れば8000確定コンボ、取らんかった、取らんかったら普通に強い。うん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 、悪くない悪くない。なるほど。あー、つくよみまで引いちゃう、めっちゃ引き強いけど別に今じゃなくていいよな絶対。それやったらさっきの試合の時にめっちゃ引き強してほしかったな。一回つくよみ出しとくか。あんま関係ないんやけどな。でこれ相手目線結構詰んでるんで、盤面がもう置くとこが B の4とかそこら辺しかないですよね。うん、俺が出てる。で申し訳ないけど相手にはここでトゥールラだな。よいしょ。でも相手目線右下に置きたかったと思うんですよ、右下 X。 うん、でももうそんなことしてる場合じゃないよっていうのをここで分からせてあげて、そしたら左下カードしかないっすね。うん、でうん、まだアルカードが使え、アルカードじゃないイグナーズが使えない、なんでまあ普通にここ置くしかないかな。 OK でこれパーラ来ても全然大丈夫なんで、まあさすがにパーラ来るよ、これは断言するわ。ですよね。ただそれはもうトリダブコなんですわ、申し訳ないけど。あー、バイスまで引いちゃったけど、これイグナズの方が出るね。よいしょ。これで1万3000ぐらい、言い過ぎたかな、言い過ぎたな。よーし、オッケー、対戦、あざした。さあ最後メルベですね。オッケーオッケーオッケー、引き目立つ、めっちゃじゃないか、でもアルカード俺のめちゃくちゃ心強い。アルカード行ってあげて、こ
これあれにしようかな。ナリでルキア打ってからの進行にしようかな。ナリでルキア行って上を来られた時だるいな。いや、こっちかな、でも。なんか発動戦コモコンかな。コモ封印とか。そしたら勝ちゲーみたいなもんなんですけど。初手引き？まあ発動しますか。今度は？まあぼちぼち強いですと。まあ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 。とりあえずマニア行きまして。あれっすね、あんま回復回復しちゃうと相手アンチヒールとかあったりするんで、リアンチヒールとかも早めに出しときたいね。で次は守護者を出すべきか、メイクラを出すかべきか問題。まあどっちがいいんだろうね、これ。まあ、殴っとくか。でそろそろ S が欲しい。一旦 S1 体見せてほしいかな。ああそっちから来るんだ。でもこれ逆に引いたら S 引いたら、逆に言うたら S 引いたらチャンスやから、ここ大事。ナイス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 。プリキュアトゥトゥ、いいぞ。めちゃくちゃナイスだ。やっぱそういうことですね。うん、そういうことだ。まあ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 、そんぐらい大丈夫よ。でこれはどっちの方が強い？いやこっちの方が強いまであるな。でこれを一応ね、これもカットしてあげて毒も入れる。オッケー。課金して、トゥールラまで引いてしまう。回復マイナスになるけど2000入る。2000の6000、7600、次が3000。うん、 OK だね、これで飛ばせるわ次。OKOK。 で次相手根格もないし、普通に次飛ばせる状況まで持っていけとるから今。 OKOK。 あでも吸収結構入るな。これは1600と1000のダメージが入って、1600と1000のダメージで2600ってことは、あと4400はちょっと怪しいんで、まあつく読み出すでいいか。守護者で粘る。いやでもマンモン出されたからこっちの方が強いな多分。うん、まあマモン打たれたんで毒はないでしょう。てか毒でも多分耐えると思うしね、なんなら。でコンボ封印もこれは全然大丈夫だし、なんなら避けていくと。なんか S 全部出してしまうかな。まあ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 、そういうこともあるよねってことで、バイセを出して終わりですねこれ。よーし、なんか S4 体しか場面におらんっていう結構カオスな場面だったんですけど、はい、まあ勝ったんで何でもいいです。対戦、あざしゃー。